アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手の去就が、ここ最近、世界中の注目を浴びています。昨シーズンリアル二刀流として、メジャーで大旋風を巻き起こした大谷選手は、昨年ほどではないにしても、今シーズンも、堂々としたプレーを披露してくれています。そんな大谷選手のことを、対戦相手も警戒を強めていて、シーズン当初は、特に打撃が低迷していたのですが、ここ最近は、だんだんと復調してきました。投手としてはこれまでに、11試合に先発して、防御率 3.28、奪三振率 11.49 という記録を残してくれています。ここ最近の大谷選手に関する最大の話題は、大谷選手の去就のことで、持ちきりとなっています。そのきっかけとなったのが、アメリカのメディアである、ジ・アスレティックの、ケン・ローゼンタール記者が、今シーズンが開幕する前の春のキャンプ中に、エンゼルスと大谷選手側が、契約の延長について、話し合いの場を持ったことを、すっぱ抜いたことでした。この報道が出てからというもの、アメリカや日本で連日、大谷選手の去就のことが、取り上げられるようになりました。ローゼンタール記者によると、エンゼルス側と大谷選手側は、契約の延長をするためには、現在のメジャーの最高年俸である、メッツのシャーザー投手の4330万ドル、約59億円を超える年俸が必要だと確認。しかし話し合いが、それ以上進展するのを、エンゼルス側が躊躇したというのです。現在エンゼルスは、トラウト選手と、12年4億2650万ドル、約471億7500万円。さらにはレンドーン選手と、7年2億4500万ドル、約266億円の超大型契約を締結。この2人に加えて、大谷選手と破格の金額で契約を結んでしまうと、チームの財政バランスを崩しかねないため、エンゼルスは大谷選手との大型契約に慎重な姿勢を見せているというのです。そしてここに来て、エンゼルスの大谷選手の起用法にも変化が出てきました。先日エンゼルスは、モレノオーナーの肝入りで招聘したマドン監督を解任しました。新しく指揮官に就任したフィル・ネビン監督代行が、大谷選手を5試合で2度も欠場させたのです。昨シーズンの大谷選手は、全162試合中、欠場したのはわずかに4試合。今シーズンも、マドン監督が解任されるまでは、1試合しか休んでいませんでした。その理由について、ネビン監督代行は、昨年も、ナショナルリーグのチームの本拠地での試合では、指名打者が使えなかったので、大谷は休んでいた。それから移動日なしの強行日程で、先発していたからね。相手の投手が、厄介な左投げの投手ということもあって、休ませることにしたんだよと話しました。ネビン監督代行が就任した直後は、大谷選手の起用法は、マドン前監督時代と変わらないと発言していたのですが、大谷選手の起用方針は明らかに変わりました。アメリカのある評論家は、大谷の起用法が変わったのは、そこにエンゼルス側の戦略があるからなんだ。大谷との次の契約に向けた思惑が多分に絡んでいるんだよ。どういう思惑かというと、大谷が怪我をするリスクをできるだけ下げるためなんだ。大谷はこのまま順調にいけば、2023年のシーズンのオフにフリーエージェントの権利を獲得する。2017年のオフにメジャーに挑戦すると宣言した時点での大谷の価値は、200億円ぐらいあると言われていた。でも、メジャーの年齢規定によって、メジャー初年度の2018年の大谷の年俸は、5000万円程度というメジャーの最低保証年俸からスタートした。そして、メジャー3年目の2020年までは、それと、ほとんど同じ水準だった。2020年のオフに、大谷は初めて、年俸調停の権利を獲得して、調停する寸前で回避して、エンゼルスと、2年総額850万ドル。当時のレートで、約8億9000万円の契約を結んだ。しかしこの契約は、大谷の代理人である、ネズ・バレロの大失態と言われている。なぜ1年契約ではなく、2021年と2022年の
2年契約にしたのか。1年契約にしておけば、2021年の昨シーズンが終わった後に年俸調停の権利を持つことができた。今シーズンの大谷の年俸は約6億円と言われているけど、年俸調停をしていれば2700万ドル、約29億7000万円を超えていた可能性が高いと言われている。エンゼルス側からしたら美味しすぎる契約で、永遠にメジャーの歴史に残る選手をとんでもなく安い年俸で2年間も雇えていることになる。現在のエンゼルスはトラウトとレンドーンという2人の選手とすでに超大型契約を結んでいる。この2人に加えて大谷とも破格の金額で契約を結んでしまうと贅沢税を課せられてしまう。エンゼルスのモレノオーナーは贅沢税を支払うことを一貫して拒否しているから、エンゼルスが現在の人件費を大谷を残留させるために大きく引き上げるというのは考えづらい。現在の人件費の総額をほとんど変えることなく大谷一人に資金を集中させてしまうと、チームのバランスを崩して長らく低迷しているエンゼルスのたくさんの補強ポイントに資金を回せなくなってしまう。現在のエンゼルスにとって一番いいのはレンドーンをトレードで放出して、それで浮いた資金で大谷と契約の延長をすることだけど、エンゼルスに来てから怪我ばかりしていて、ほとんど活躍していないレンドーンを多額の年俸を負担して、さらには若手の有望な選手を放出してまで獲得するような球団はこの世の中にはない。だから現在のエンゼルスにとって大谷をトレードで放出して、その交換要因としてエンゼルスの補強ポイントに合致する若手の有望な選手を獲得することが極めて現実的なプランなんだ。来シーズンも優勝の可能性がないと球団側が判断したら、大谷をトレードに出すということも十分に考えられる。現在の大谷の評価なら他球団の有望な若手選手を大量に獲得することができるからね。大谷を失ってはしまうけど、エンゼルスを再建させるにはこれが一番の方法だと思うし、チーム側もそう考えているんじゃないかな。でも大谷が怪我をしてしまうとトレードに出せなくなってしまう。マドン前監督がやっていた大谷の起用法では故障するリスクがとても高いと言われていたからね。だからこそ球団側は大谷の起用法をコントロールしたかったんだよ。マドン監督の解任後、大谷の休養が増えたのは故障するリスクをできるだけ減らすためなんだ。大谷が怪我をしなければ来シーズンのトレード期限まで他球団と大型のトレードを模索することができる。エンゼルス側は大谷があとどれくらいの年齢まで二刀流としてやっていけるのか慎重に探っているんだ。モレノオーナーは今の契約が終わるまではトラウトをチームに残すことを決めている。マドン監督をエンゼルスが解任したのはもちろん成績の低迷が一番の理由だけど、大谷の起用法を球団側が管理するということも隠れた狙いとしてあったんだよと話してくれました。マドン監督が解任されてからもエンゼルスの成績は一向に上がってきていません。エンゼルス側が今シーズンのプレーオフ進出は不可能だと判断したら急転直下、今年のトレード期限までに大谷選手のトレードが行われることもあるかもしれません。大谷選手の活躍とともにその去就にも注目していきたいですね。今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。